はい、皆さんこんにちは。東京美容科ナースのトルです。アシスタントの鈴木です。よろしくお願いします。今日の質問なんですけど、うん、昔脂肪注入放棄をしてしこりになっている方がいらっしゃるんですけど、まだサイズを大きくしたいと、その場合はその上からバッグを入れることができますかっていう。上から下からか分かんないんですけど、脂肪放棄をしてたらバッグ入れることできるよ。下に入れるって感じ。下に入れる。ただ触りがこっちでそのしこりがやっぱ残っちゃう。残っちゃうと思います。取れないと思うんですよ。取れない。脂肪放棄をしてると、皮膚が薄くないからバッグの形分かりにくいと思います。ハイブリッドになっていいと思うんですけどね。あ、メリットはある。あると思います。で、脂肪しこりになっているのは多分脂肪がつかずにそこだけ壊死してしまったんだと思います。そこはでもがんとは違うので、まああらかじめここにはそういうしこりがありますって脂肪放棄でできたもんですっていうことを検診の時にちゃんと言えばいいかなと思います。で、入れる時に取り除くとかは難しいですね。難しいですね。まあ取れる場合もあるけどね、場所がこう剥がしたところの直下とかで、しこりあるねってこう鋭皮でこう取れたりする場合もあるけど、まあ、場所によるかな。脂肪注入の包茎だね、のあとバッグ入れることは簡単ですよ。はい、このチャンネルがいいねと思ったらいいねとチャンネル登録の方もお願いします。お願いします。